ってされた精神分析の一学派もしくはジークムント・フロイトの展開した心的構造論に基づく精神分析を指す。一般心理学における自我心理学と区別するために、特に精神分析的自我心理学と呼ばれることもある。代表的な研究者に自我の防衛規制を整理、分類したアンナ・フロイト、自我の適応機能を重視したハインツ・ハルトマン。 心理、社会的発達段階を仮定した、エリク・エリクソンらが,がいる。自我心理学では、ジークムントフロイトの後期の思想、抑圧されるものに注目しすぎてきた。私たちは抑圧するものにも注目しなくてはならない、という言葉から始まった自我に注目する、精神分析を指している。これは明らかに、フロイトの意向に沿うものなので、 直系の精神分析学として自我心理学は展開されてきた。実際にフロイト自身も自我心理学と自分の言っている精神分析を呼ぶこともあった。1930年代から40年代にかけて繰り広げられたアンナ・クライン論争において父フロイトが娘アンナを支持したことから一般に正当派精神分析と位置づけられているが ただしこの点については、フロイトの情実が絡んでいたのではないかという見方も、ある。無意識よりも自我に研究を移し、自我の自立性や、現実適応や機能、また防衛やその社会的行動についての幅広い、心理学として展開される。自我の研究に関しては、アメリカの精神医学において、学ぶのがスタンダードになるほど、自我心理学は、 心理学一般に比較的受け入れられた。多学派からは、もっぱら表層的な解釈に終始しているという批判に、長くさらされてきた。これは、本学派が、主に意識をコントロールする自我の優位性を強調した、ためである。無意識の働きを重視するクライム派や、その流れを組む、対象関係論学派などと激しく対立したのも、このことに起因している。 フランスの精神分析家、ジャック・ラカンは、創始者のアンナ・フロイトに引っ掛けて、アナ・フロイディズムと揶揄したが、これはラカンが、フロイト理論の進化を一連の無意識に関する考察に見出したことによる。1950年代後半になると、神経症への投薬治療が可能になったことや、対象関係論による、境界例治療が有効だったことにより、 自我心理学はその地位をかなり落としたと言われている。しかし現代はむしろ無意識を重視する学説や対象関係論の理論との統合が行われている。その代表例としては境界霊治療のオットーカーンバーグによって自我心理学と対象関係論が先駆的に統合されたのが有名である。日本では1960年代から70年代初頭に かけて、精神分析学者のお野木敬語らによって、積極的に紹介がなされた。ただし対象関係論に比べると、自我心理学は、フロイトの精神分析を、ほぼ踏襲しているため、独自的な面が少なく、自我心理学それ、自体よりは、ハイムツ・ハルトマンや、エリック・エリクソンの理論として紹介されたり、また古典的な精神分析として紹介されることが、多い。 よって、自我心理学というと、もっぱら上記の精神分析家を指したり、もしくは、フロイトの古典的な精神分析を直接指す言葉として使用されているようである。ありがとうございます。